キルヒバル勢では、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、マチソンでザムトゲマインでボテルを構成する、マチソンの一つである。キルヒバル勢では、ローテンブルク、フィッセルヘーベで、フェルデンの三都市の中間に位置する。最も近いのは12.3キロメートルのローテンブルクである。キルヒバル勢では、ザムトゲマインでボテルで最も広い町である。 キルヒバルゼーデは以下の集落からなる。バルゼーデという名前の由来は、現在も流れているフールバフハ川の古名、バルゼ川に由来する。語尾のマイナスセでは、固有名詞学上、1世紀から5世紀に成立した村落に特徴的な語尾であり、その後に創設された娘集落である、ベスター・バルゼーデや、ジューダー・バルゼーデなどにも付けられている。ベスター・バルゼーデは1231年、 ジューダー・バルゼーデ及びバルゼーデは1320年頃にフェルデン市教領に編入された。現在のキルヒ・バルゼーデという名前は17世紀末頃までに習慣的名称から固定された。ベスター・バルゼーデ、ジューダー・バルゼーデのほか、現在はフェルデン軍の単一、町村であるキルヒ・リンテルンに属すオーデーベク、シャフ・ビンケルが同じ主任司祭管区に属していた。 1567年にエーバーハルト・フォン・ホレが宗教改革をもたらした。1629年の皇帝の復旧直令により2年間だけカトリックに復帰したが結局プロテスタントの信仰に戻った。1628年にペスト化を受けわずかに3組の夫婦だけがこの病気から逃れ生き延びた。1645年にこの村落はフェルデン皇僚と共に スウェーデン領となった。1712年にはデンマーク領となったが、1719年にフェルデン公領は最終的にハノーファー戦ンテゲオルクリュートビヒのものとなった。1805年から1813年までキルヒバル勢ではナポレオンの占領下にあり、ほとんどフランス領という状態であった。八百十三年十月十二日にプロイセン軍によって、 フランスから解放された。その後、キルヒバルゼでは、ハノーファー王国領となった。1866年からは80年間プロセンに、属したが、この体制は戦勝国によって1946年に、解体された。1974年3月1日の、市町村再編以後、キルヒバルゼでとベスターバルゼでは、主にザムトゲマインで、ボテルの行政下にある。 キルヒバルゼーの中心に立つ聖バルトロメウス教会は、荒石造りの教会として有名である。住民の多くはルター派の信者である。カトリック信者は、ブロッケル、キルヒバルゼーフィッセルヘーベデで形成する、フィッセルヘーベデ教会地域のキルヒバルゼー教会組織に属す。この町の議会は、11議席からなる。グローセブレンコキルヒバルゼーの町内には、 自然のままの地域が多く残されている。例えば、キルヒバルゼーデには2000本以上の古木がある。町内には湿原もあるが、保養地として最も人気なのは、ブレンコ自然保護区である。キルヒバルゼーデには、基礎家庭学校が1校ある。上級の学校へ進学する者は、ボテルやローテンブルクへ通うことになる。この町の見どころには、以下のものが挙げられる。 ありがとうございます。